吉田さん、竹内力の、ね、ヤング編ですか。あれ面白いですよね。私も好きで見ていて、ああこういう風にヤング編をずっと続けていっても南の帝王ってのは続いていくなと思ったんですよ。まさに南の帝王がね、修行を終えてこれから若いさなかでもいろんなね、悪で倒していくんだみたいな感じですかね。でまあ30代後半から40代ぐらいの貫禄あるあの南の帝王も結構ね好きですけどね、最後にねなんかのっそり出てきてから、それはこういうこっちゃとか言ってからね、一通り解説して、どうすんや、わしはどちらでも構わへんでとか言ってからね、結局もうどちらでも構わへんけども、こっちを選ばないとしょうがないような、もう詰めてソフトボリを埋めてで本当の悪党にまあなんかねギャフンと言わせるみたいな感じがスカッとしますよね。ああいう風な私たち庶民では手が届かない人をね、手が届かないような悪を倒してくれる別の悪っていうのが味方についた時、なんかね鬼にも仏にもなるっていうことなのかなと思いますよね。で白崎仁さんは確かにね、今テレビショッピング事業してるのかなと思いますけども、でもどこにいるのか分かんないんですよね。まあでもすごい人だったと思います。20代から30代の前半にかけて、特に20代の頃ね、ホストってっていうところでトップに立ったわけですよ。でトップに立ったまんま芸能界行って、それでちょっといまいち不発でですね、オリジナルビデオとかに出てた時もあったんで、まあその時はね結構見てたんですけども、だんだんね40代になってなんか時代が過ぎていって、やっぱり主人公は変わり続けるのかなってことですね。で変わらない主人公といえばね、ロッキーですよ。今回のテーマであるロ、あれ口じゃないですからね、ロですからね。昨日知ったんですけども、ロッキー4がシルベスター・スタローンの再編集によってもう一回出るそうなんですよ。すごいですね。私が中学生の頃に熱狂したロッキーがなんとまたね、40代で見れるというね、49歳で見れるというね。でずっと眠らしていたフィルムを再編集して未公開シーンを付け加えて別の解釈をそこに乗っけて、シルベスター・スタローンの編集で8月19日から映画館でドーンと出るらしいんですよ。すごいですね。40年近く経ってまた同じネタで稼ぐみたいなね。主人公はいつもロッキーですよね。やっぱ伝説ですね。ロッキーの続編でクリードってのが出ましたけども、このクリードも今度パート3が来年あるのかな、でこれはこれで進んでいくんですけども、並行してロッキーもこれからねやっていくみたいです。シルベスター・スタローンさんはクリードの作品を離れてもう自分でタレントとして出ることはないんだけども、ロッキーの若い頃をもう一回ねやっていくみたいな感じで役者を擁立してなんか別のストーリーを続けていくんじゃないですかね。やっぱロッキーの20代の時の、目立たない試合の方もやっていくんじゃないですか。世界戦ばっかりを今まではねやってきましたけども、当然ですけども地味な試合もこなしてきたと思うんですよ。防衛戦とかね、それからライフスタイルとかエイドリアンとの関係とかミッキーとの関係とかね、そういった人間ドラマの方もかなりねスピンオフできると思うんですよ。だからこの一つのネタで同じ主人公がたくさん のシーンをねやってくれる、そしてそれがファンを望んでいるってところで、このロッキーという作品50年近くもうね世に出て続いてるんではないかなと。すごいですよね。やっぱり私の父とかが親父とかがね20代とか30代の頃に熱狂したロッキーを今私がこうやって見てるというね。で主人公はシルベスター・スタローン、随分お年を召されましたけどね、生きていればこそこうやって追加作品もできますけども、私の好きな男はつらいよはね、やっぱ68ぐらいでお亡くなりになっちゃったんで、オリチも8月4日が命日、昨日なんですよね。確か昨日だったと思うんですけど、非常に惜しいことしたなと思います。もうだから男はつらいよの続編は作られないんですよね。 もちろん男はつらいよの他のキャストさんとかね、俳優さん女優さんもほとんどお亡くなりになっちゃったんで、もう作るのは無理なんですけどね。なぜか山田洋次監督だけは生き延びているということで、すごいですよね。幸せの黄色いハンカチとか、それから武田鉄矢さんにもつながるものがあったりとかね、なんかその映画って本当に面白いですね。だから映画のような人生を送りたいと思います。特に50を迎えるにあたって、まあ私はね別のまたストーリーを描いていきたいなと思うばかりですね。ロッキーまた見たい。いってらっしゃい。